ですね。皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回の動画ではですね、グローバルウェイとプロルートですね、プロルート、グローバルウェイを見ていきたいんですが、まあなんか似たようで逆の動きをしているというね。まあなんか買いで入ってるその大口なのか機関なのかが、まあ同じような手法なのかもしれませんが、まあ大きく上げて大きく下げてチャートで大きく戻すという、まあグローバルウェイも、2日前、3日前の動画で上げたように3空叩き込みで、買いシグナルですという動画を上げてから、まあ2日連続ストップ高をつけています。で、逆にですね、プロルートも今2日連続ストップ安で、明日窓を開けるとまた3空叩き込みという状態で、現在 PTS も大きく下げているので、まあ明日、まあこの平均線の420円ぐらいですかね、の上で推移すると、まだ似たような感じになるんじゃないかなという気はしますが、まあちょうど PTS もそこら辺ですね、430円ぐらいで止まってます。まあかなり似たチャート、まあ同時期にですね、まあその連続ストップ高ほど上げるか分かんないですけど、まあ戻してもいいんじゃないかなっていう感じはします。まああとは相場がね、全般ものすごい下げているので、まあほとんどの銘柄がマイナスになってるかなっていうのもありますけど、まあちょっとグローバルウェイ、プロルートの掲示板を見て終わりにしたいと思います。こちらはグローバルウェイですが、明日ストップ安いきそうと、これ明日買うやつとかまずいねえだろうな。第1波で8390円、第2波は自己級の暴落で3265円、明日のストップ高で5510円と、タイムコインの株価が$360、グローバルウェイの企業価値はたったの56億しかないと。第3波スタートして1万円は通過点でしょうね。まだこの方としてはまだまだそのグローバルウェイの時価総額から見ても上昇継続、まあ1万円目指せるんじゃないかっていうことですね。明日5000円上回るかが最重要課題。これに夢中になる時点で破滅する。リーマン級の下げが来たらここ1000円切ると。トヨタは PTS でプラテンしているので、グローバルウェイは寄らずのストップ高。今日は7072とグローバルウェイダブルストップ高でウキウキ。タイムコイン株、あ、価格爆上げが止まらないと。335だったのが360以上に上がっているということですね。まあグローバルウェイはまあ時価総額的だったりとか、まあ材料で見てもまあ上がってもいいかなって感じもしますよね。まあだから次、前回があまりにも綺麗に3区叩き込みで上げたので、次が、下げの時も多分綺麗なチャートで下げると思うんですが、まあ綺麗なチャートっていうか、まあ売りシグナルが出ると思うんですが、まあうまくですねタイミング測りながらっていう感じですね。はい、こちらはプロルート、大丈夫家宝は寝て待て、出来高的にも屈伸中と見てるが、
振り落としは大きくあれ、株主入れ替えしとけ。菅総理が全国に抗原検査キットを税金で配布するとコメントされました。カイノス一択。いい時に IR が出ないのはここ。鋼材料てんこ盛りです。業用変化はガセなんかではありません。楽しみ。明日はストップ高。詐欺師になったつもりで考えると、明日も売りまくってストップ安になるまで儲けるかな。ここの会社は何も悪いことやってるのに、ますます国民から嫌われていって詐欺師と仲間に見られるねと。コロナから国を救うためにとても努力していてヒーローのはずなのに悲惨と。材料も利益もしょぼいのになんでこんな高値なのが正解。まあ2日連続、まあ、ストップ安と、まあ、PTS も下げているので、まあ掲示板の雰囲気的にもですね、かなりこう、まあ、弱いというかね、マイナスな感じになってますが、まあこれ明日とりあえず週末売りを耐えて、まあ来週反撃になればまたここの雰囲気というかですね、コメントも変わってくるんじゃないかと思いますが、まああの前回のそのグローバルウェイの三空叩き込みで上げた時も、あの最後の一日が、非常に出来高があった分岐点みたいなところがあったので、やっぱりこの三空だけじゃなくて、平均線の上でっていうのも一致して、最後にやはり出来高のまあいつもの 1.5 倍2倍ぐらいはやはり欲しいですね。それで転換シグナルというかね、相場が変わるような形を見せてほしいなと思います。まあ、明日はそのプロルートのチャートと出来高にも注目して見ていきたいなと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。